こんにちは、室谷幸です。将棋入門13のマナーとポイント。今回は大手をかけられた時はというテーマで皆さんと勉強していきたいと思います。それでは始めましょう。前回 大手をかけようということで、大手をかけましたが。今回はまず、大手をかけられるところから。やっていきましょうね。はい。まず。自分の王様がいます。そして。相手が。飛車を打ってきました。これは大手ですね。次に、何か自分が違う手を指したとします。 そうしますと次に相手の飛車で自分の王様を取られてしまいますね。これで負けになってしまいます。他にはこういった王手もありますね。これも次にはい取られてしまいますね。でも 大手をかけられたからといって負けてしまうわけではありませんよ。大丈夫です。実は大手をかけられたときは三つの対処法があります。それを一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目は大手をかけた相手の駒を取る。はい、これはどういうことかと言いますと、例えば大手を この角がここでポンと相手が打ってきたとしますねこれ大手ですねはい、ですがこのままですと王子様を取られてしまいますはいこれがいなくなると大手ではありませんねですので今ここにいい駒がいますね強者はまっすぐ進めましたのでこの強者でこの角を取ることができます こうすると、現状、もう大手はかかっていません。ですので、こういった。相手が大手をかけてきた、その駒自体を。取ってしまう。これが。一つ目の対処方法ですね。それでは。これだったら、どうでしょうか。 これも同じですね次にこの飛車でこの王様を取られてしまいますですが大丈夫ですこの飛車を取る手があります分かりますかそうですねここに銀がいますのでこの飛車をこの銀で取ってしまえばもう王手はかかっていませんね一つ目は王手をかけられた 相手の駒を取るね続いて二つ目ですね二つ目は自分の王を逃げるということですねどういうことかと言いますと今飛車で王手をしてきました先ほどは銀がありましたので銀でこの駒を 取ることができましたねですが今銀はありませんこれは困りましたねでも大丈夫です王様は現状5箇所動くことができますのでこれですとどこかへ逃げてしまえばいいんですねここも大丈夫ですここにも逃げることができますね ここにも逃げれますねここにも逃げれますねここにも逃げれますかそうなんですこれは逃げれません飛車が効いていますねですのでこの場合は飛車の効いていないところへ逃げましょうそれではこれではどうですかこれも次に王様を取られてしまいます でも大丈夫ですねこれも同じようにおをここもしくはこちらそしてこちらさらにはここ一つ言ってはいけないのがそうですねここですよここに行くとせっかく逃げてもまた取られてしまいます格ですねはいですのでここでおを伝えた時はこの四箇所に逃げましょうこれが 二つ目の王様を逃げるということでした続いて三つ目ですね三つ目は合駒をするということですが合駒とはね難しいですよね合駒と言われてもはい例えばここに飛車がありますねこれも先ほどやった王手ですが何か駒を持っていたとします はい、今現状それではダメですね飛車が聞いていますが自分の王様の前に何か駒があれば飛車は飛び越えて王様を取ることはできません。ですので王手をかけられた時は自分の持ち駒があれば ここで王様を守ってあげてくださいこれで王手を防ぐことができています他にはそれでは角があったとしますねそしてここに銀があったとしますさてこれはどうでしょうか今度は先ほどとは違って ここに持ち駒がありませんですので今度は盤面上にある駒を使って王手をしていきましょう分かりますか正解は銀をこの角のラインのとこに動かすとこですねこれで角が飛び越えて王様を取ることはできませんこれが3つ目の あいをするというところですねさて三つを学んだところで一つ練習問題を出してみますねここに王様がいますねそしてここに桂馬がいますここに飛車がいたとしますさて変わりますか今現状この桂馬は 王様に当たっていますね王手ですこれは次に何か違う手を指しますと取られてしまいますですのでどうにかして手段を探していただきたいところですがはいまずは逃げる見えるても考えられますねこの場合は相駒はどこにもできませんね絶対取られてしまいます 最後の手段は大手をかけられたコマを取るこういった対処法で大手を防ぎましょうということで今回は大手をかけられた時はというテーマで解説しましたがいかがだったでしょうかポイントは大手をかけられた時は落ち着いて三つの手段で対応しましょうさて次回は を済ましてみようというテーマで、皆さんと勉強したいと思います。次回もお楽しみに。